すんなくなっちゃう。実は着てないな、着てますよ。安心してください。着てますよ。絶対。そう、コンサートまでもね、時間がもうなくなってきたので、あとちょっと2週間切ったので、頑張ります。こんな近いひなちゃん初めてかも。確かに。受験生だから忙しいわ。ファイト。頑張ってね。コンサート楽しみ。うちは作るね。ありがとう。楽しみにします。スマホ縦にしたら、縦にしてるよこれ。そうなの、これ今スマホを縦にしてるの。おめめ配信、そう、おしゃべり会前でお洋服のネタバレを防止しています。はい、今日は少しだけど話するの楽しみ。ありがとう。うん？コンサートグッズ来ないかな、心配。うん、間に合わないかってこと？今日はニット帽ないの？ニット帽ないね。ニット帽？手洗った後のマニキュアの仕上がりは良き？あ、良きだよ。じゃーん。かわいい。めちゃくちゃ爪かわいいです。なんかチョコレートみたいで。なんかこれもうちょっとさ、どす黒いって言ったらあれだけど、黒目のさ、茶色だったらさ、なんか強女になっちゃうけど、なんかホットチョコレートって感じで。いい感じです。後で乗せてね、お洋服。あ、取れてないの。でもなんかお日様あるところで撮りたかったから、ちょっと今日は載せれないかもです。更新できない、ごめんね。はい、うちわの文字ひらがながいい、漢字ローマ字、漢字、漢字がいいかな。チョコ系よね、確かにチョコ系。あ、リエさんにツイートの画像褒められてたねって。ね、嬉しかった、リエさん見てくれて。見切れてますって、見切れさせてます。そうなんです。うん、そう、そうなんですよ。なのでさあ行って、もうちょっとでおしゃべり会が始まるので行ってまいりますね。なんかゴミついてる。まだ仕事中です。頑張って、あともうちょっとかな。ファイトン。幼く見える、確かに幼い、幼く見える。マリナお姉さんの声がさ、マリナお姉さん全然ここにいないよ、全然近くにいないよ。ファンをなぎ倒してきてください。どういうことですか。近距離だと幼く見えるね。うん、確かに。なんか自分でさ、髪の毛をさ、いじるとさ、どうしても幼く見える。あと今日は割とメイクが薄めに作ったからかな。な、そんな気がします。うん。あ、今日の仕事終わったよ。お疲れ様、お疲れ様。よかったね。じゃあそれでは、しゃべり会に行ってまいりますね。皆さん短い間でしたが、配信見てくださってありがとうございます。じゃあパパパッと壇上の皆さんの名前呼びますね。13NGH グラシアさん、ありがとうございます。12ゆずきちさん、ありがとうございます。11いかちさん、ありがとうございます。10位しゅんさん、ありがとうございます。9位カーメンアットサニーさん、ありがとうございます。8位ノートンさん、ありがとうございます。7位リーダーさん、ありがとうございます。6位バラキのゆうきさん、ありがとうございます。5位マス先生、ありがとうございます。4位クロロンドデメキンアットサニーさん、ありがとうございます。3位サバサンドさん、ありがとうございます。2位アルニットさん、ありがとうございます。1位ヒロさん、ありがとうございました。ありがとうねー。
じゃあ行ってきます。今日おしゃべり会ラスト参加してくださる皆様、どうぞよろしくお願いします。めちゃ地下配信でした。スクショ。じゃあね、バイバーイ。